六代目山口組分裂騒動は、令和4年3月22日、神戸山口組組長、井上邦夫ほか、最高幹部らが、六代目山口組総本部を訪ね、神戸山口組の解散と、それぞれの引退を表明。これにより、山上構想は終結した。同年3月30日、山上構想の終結を見て、六代目山口組組長、司忍は分裂の責任を取り引退。7代目山口組組長には3代目行動会会長竹内照明が就任。7代目竹内照明新体制となった山口組は総本部を神戸から名古屋に移し心機一転を図った。そして7代目山口組の組織図は総裁高山清組長竹内照明若頭安藤美希2代目竹中組組長最高顧問青山千尋2代目伊豆組組長射程頭森尾歌夫大同会会長本部長藤井英二5代目国水会会長若頭補佐津田力4代目倉本組組長若頭補佐薄浜咲11代目平井一家総裁若頭補佐明東力明連合会会長若頭補佐生野康道4代目石井一家総長若頭補佐加藤哲司6代目豪遊会会長若頭補佐茶屋正夫茶屋正一家総長若頭補佐野内正弘4代目行動会会長となっている。